皆さんこんにちは、ゆっきーチャンネルです。本日は宇都宮にやってまいりました。麺屋宮田さんです。こちらは都内で行列の絶えないラーメン林田さんのプロデュースのお店となっております。 JR 宇都宮駅からもすぐ近くにあります。宮田さんは食券制となります。本日はこちらのメニューをセレクトいたしました。まずはななみちゃんの醤油ラーメン、ネギ抜きとなります。はい、美味しそうだね。こそね、スープ飲んでみて。スープは油がいっぱい。はい、大丈夫。お玉が釣れてる。熱い。どう？美味しい？美味しい。うん。コクがあって。あっさり。コクがあってあっさり。チャーシューで。今より麺食べてみてもいいよ。好きなように食べる。暑いから少しずつのがいいかもね。そう、ちょっと茶色い、ちょっと入ってきた。熱い。火傷しないように。あ、いいよ、無理しないで。髪切っちゃってもいいよ。頑張るね。お玉に乗せて冷ますといい。釣れた？どう？美味しい。もちもち。うん、よかった。そしてこちらが私とパパが注文した特製つけ麺、濃厚昆布水がけです。つけ汁のスープは鴨と大山鶏で作られたチンタンスープがベースとなっております。そして数種類の昆布とカツオを使用したとろみのある昆布水につけられております。手打ちの中太麺は熟成高水麺です。照明の関係でちょっと見づらいですが、今回失礼いたします。つけ汁は熱々です。いただきます。まずはこちらの自家製の中太麺からいただいていきます。何もつけずそのまま。高水だからつるもち食感で麺だけでも美味しいです。そしてチャーシュー、真空低温調理された2種類のチャーシューが入っております。こちらは肩ロースのチャーシューです。いただきます。うん、しっとり美味しい。さあ次は、つけ汁につけていただきます。麺は結構長めの印象です。あっさりしたつけ汁ですが、玉ねぎの甘みかな？すごく甘さを感じます。昆布水の出汁が効いた麺をつけることで、うまさが倍増します。次は鶏胸肉のチャーシューもいただいてみましょう。これも低温調理だからしっとりと柔らかい。
麺は昆布水に味がついているので、そのまま食べてももちろん美味しいです。この漬け汁につけても2つ楽しめるのは嬉しいですね。ツルツルだからなかなか入っていかない。喉越しが本当に最高。高水麺、私大好きです。ここでいよいよ卵いってみます。マキシマム濃い卵。今回初めていただきます。黄身の濃さを極限まで引き出したというブランド卵です。果たして中はどうなっているのでしょう。見てください。本当に濃い。濃いオレンジ色です。美味しそう。一口パクリ。これはすごい。濃厚。たまらん。ぜひ食べてみてほしい卵です。麺もどんどん減ってきました。ななみちゃんはこちらの中太麺も気に入ったみたいで、私のこの麺を何もつけずにパクパクと食べていました。通常でも高水でつるっともちっとした麺なのに、さらに昆布水のこの粘り気で余計に喉越しが良くなります。この穂先メンマもなんとも柔らかくて美味しい。チャーシューは2枚ずつ入っていました。さあ、丼の中の麺もこれだけ。最後は漬け汁にすべて入れてしまいましょう。はい、ちょっと見づらいですが、きれいになくなりました。あとはこちらを食すのみ。マキシマム濃い卵も一口で、本当にこれ濃厚、めちゃくちゃ美味しいです。最後のチャーシューをいただきます。これで完食です。大満足です。ごちそうさまでした。そしてななみちゃんも綺麗に食べ終えました。完食です。ごちそうさまでした。皆さんこんにちは。ゆっきーの娘のななみです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。
SNS のフォローもお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。そして次回からの動画の更新は毎週金曜日夜8時からになります。次回もまた見てくださいね。それではまた会いましょう。バイバーイ。